ゃあ皆さんこんにちは、シンクと申します。7月の頭にね、ワイワイステーションさんが大阪で物販販売来てた時のお楽しみゲーム袋1000円のねラストでございます。以前ね生放送で開封しておりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。今回もね開けていきましょう。前回はね残念ながらメガドラ、セガサターンなどは出なかったんですけども、今回はね何が入ってるんでしょうかね。開いてるんで中身は知ってるんですけどもね。はい、1本目こちらでございます。はい、プレイステーションの、ワンピースグランドバトル2ですね。これさ、私さ最近ゲームのタイトル打ち込みしてる時に初めて知ったんですけども、ワンピースからじゃないんですね。和からじゃないんだなっていうのをねこの間知りました。フロム TV アニメーションだったかな、ここの部分ですね、この部分からがスタートらしいですね。そうなんやと思ってね、ついこの間ね、しりとり企画の時にそれを知って、ワンピースって和じゃないんだっていうのをね初めて知りましたね。続いてこちらです。ほい、あ、スーパーチャイニーズだ。はい、でございます。アクションゲームだったっけな、スーパーチャイニーズですね、スーじゃないですよね。アクションゲームですよね。これもまだやったことないんですよ。やってみてくださいっていうお話はね、リスナーさんから伺ったんですけど、まだ全然できてないですね。難しいらしい。私はやったことない。続いてこちらです。ほい、リッチレーサー5ですね。リッチレーサーか、レースゲームは全く買わないから、こんな機会がないとねゲットすることがないんで、これはねありがたいですね。全然レースゲームやんないからね。レースゲーと格闘ゲームとスポーツのシミュレーション系のゲームはね、全くね、私手をつけようとしないんでね、こんな機会でもないと、まあ手にすることがねえなっていうのは本当に思いますね。福袋のいいところですよね。そう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 。じゃあ続いてこちらです。ほい。あら、プレイステーション2ですね。ファイナルファンタジー10。前回102が出たので、揃いましたね、これでね。102でプレイすることができますね。揃ったね。いや面白いね、別の福袋で揃うっていうの面白いですね。さあ最後でございます。最後がこちらです。はい、なんだこりゃ、ファンタシースター、ファンタシースターポータブル2インフィニティですね。ファンタシースターってセガ、あ、やっぱセガのやつだ。なるほどね。ファンタシースターオンラインみたいなやつですよね。うちの家もドリキャス版かなんかあったかな。これはねうち持ってないんでありがたいですね。まだあれかな、遊べるのかな。ストーリー、通常ストーリーあるのかな。前作のセーブデータ引き継ぎとかあるんでね、書いてる。完全引き継ぎ OK ってやつがある。1があるんですね。なるほど。はい、ということで以上でございます。1000円の福袋2袋目はねこんな感じのラインナップでございました。いいのかな、悪いのかな、どうなんでしょうかね。はい、ということでまたね機会があったら、大阪にね来ることがあったらね行きたいなと思っております。こちらの動画良かったなと思いましたら、ぜひともチャンネル登録並び高評価、いつもゲームの実況や生放送を行っておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ではでは、またね、バイバイ。